これより東進工業株式会社の説明会を始めますよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたします皆さんこんにちは東進工業株式会社総務課の小松と申します短い時間ですがよろしくお願いいたします東進工業株式会社は国内に4拠点工場を構えている会社ですいわき市には吉間工場そして四つ倉工場を構えております 本社は横浜にありまして、それ以外の拠点ですと、長野県の松本市に松本工場を構えております。こちら、会社の概要になります。今申し上げました、4拠点で運営活動を行っております。創業が1966年ということで、半世紀以上の歴史がございます。 いわき市に創業開始いたしましたのが2006年になります。その後、2019年に松本工場、そして2020年にいわき四つ倉工場を新設しております。2019年、2020年ですと、この中の中ではあったんですけれども、2つの拠点を拡大いたしまして、えー、成長していっている企業となります。 その中でも、いわき市で勤めている従業員が一番人数としては多い拠点となります。工場の規模といたしましても、えー、東信工業の中でも最大級の規模の工場が四つ倉工場でして、えー、いわきで働きたいという方を募集している会社です。当社社のの経営理でです。その中でも、社税に書かれている 協調向上オンリーワン。そして、スローガンにある目配り、気配り、声配りというところを非常に大切にしている会社です。ものづくりと聞くと、黙々と作業しているイメージあるかと思うんですが、えー、非常にチームワークが重要になってきます。 チームで仕事を行いますので、それをチームワークよく仕事を達成するためには、スローガンにあるような、えー、見配り、気配り、声配りというところを全員が行っていくことが重要だと考えております。当社の社風なんですが、明るく元気っていうところが特徴の一つであります。 全従業員が明るく元気な挨拶を毎日交わす、そんな社風になっておりますので、えー、非常に工場の中は明るい雰囲気となります。当社の事業内容なんですけれども、メッキ、加工業を専門としている会社になります。メッキ、一言で申し上げますと、素材に薄い金属の膜をつける。 というのがメッキになります。例えば、私が持っているボールペンですと、先端部分がシルバーに光っております。こういったものも、安い金属の上に表面にだけ金属の膜が付けられております。このようなものは、見た目をきれいにする目的で、えー、メッキしているものになるんですが、他には、錆びにくくする、また、電気を通りやすくする、 などの働きを持たせるためにメッキは非常に身近に実はある技術となっております。ボールペン以外でも、例えばネックレスだとかアクセサリー関係、スプーンフォーク、蛇口などの身の回りにあるもの、またパソコンやスマートフォンの中にもたくさんのメッキが使われております。 いわき市内の拠点をご紹介させていただきます。こちらがいわき吉島工場、そしていわき四倉工場です。こちらのいわき吉島工場では、90名ほどの従業員が勤務しております。2006年に創業開始いたしまして、第1工場、第2工場、第3工場と3つの工場を持っております。 この写真に写っている装置があるんですけれども、この装置、当社は内製化しております。設計から開発、中に入っているジグなども自分たちで作り上げているというところが特徴になっております。今回募集させていただいている職種でありますと、生産職 という仕事があるんですが、生産職のお仕事は、この機械装置を使って、3、え、日、ー、加工を行うのが生産職となります。でえー、下のところに顕微鏡を除いている仕事があるんですけれども、こちらが検査職の一例となります。ものの良し悪しを判断するというのが、検査職のお仕事です。 また、えー、事務職のお仕事でありますとか、えー、そのような装置を開発する、修繕するという技術職というような形で、幅広い職種で募集をさせていただいております。こちら、いわき四倉工場です。規模としては、東京ドームーと同じぐらいの敷地面積を誇る、メッキ加工会社としては非常にひどい工場となっております。 国内生産の中心としての位置づけを持っておりまして、珍しいところでは、右下にあるような、えー、アート作品を多く展示している工場でもあります。こちらの四つ倉工場は、えー、高台の上に位置しておりまして、綺、え、麗、ー、な海を一望することもできる、えー、そんなあ工場ともなっております。 こちらがお客様になります。円の内側のメーカー様が私たちのお客様になります。大手コネクターメーカーさんです。コネクタと聞いても聞きなじみない方もいらっしゃるかと思うんですが、例えばスマートフォンを充電するときに必要とされる USB ですとかライトニングというのもコネクタの一種になります。 電気を流してあげる電子部品なんですけれども、そのような、えー、電子部品にメッキをしております。最終的には円の外側にあります車あ、電気メーカーさん、通信機器メーカーさん、そういったところに、えー、つながっております。 ものといたしましては、こちらの下の部分に載っておりますような、スマートフォン関係、タブレット端末うー、パソコン、ゲーム機器、車、そのような多種多様な最終,、えー、最終製品へ搭載されております。この中でも非常に多くスマートフォンに対してのメッキしておりまして、えー、きっと今聞いていただいている方も、 スマートフォンだったりとかああお使いかなと思うんですけれどもまさしくその中に当社のメッキ品がたくさん搭載されておりますスマートフォンで言いますと日本だけではなく世界中いろんなところでえー、使われていると思うんですがえー、一番日本で有名なメーカーさんの機種うで挙げますとどのシリーズに対しても漏れなくう当社のメッキ使われております そういったいわきから世界に向けたものづくりというところで下支えをさせていただいているそんな会社となっておりますこちら表彰のご案内です地域未来牽引企業として平成29年に受賞しておりますこれ以外にも様々な技術的な賞をいただいておりますのでホームページでご確認いただければと思います こちらは働き方に関する賞になります。横浜グッドバランス賞です。積極的な女性の活躍推進や、ワークライフバランスの推進を図るため、男女ともに働きやすい環境づくりを進める中小事業所として、えー、受賞をいただいております。内容といたしましては、女性の産後復職率が100%であるとか、 有給休暇、全従業員が7割以上取得しているという実績で受賞をいただいております。こちら、男女比の内訳になります。30%が女性社員で構成されております。部署によっては、半数以上の方が女性社員で構成されている部門もございます。左にございます通り、技術職、 生産・検査職・事務職というところで、えー、分離不問で募集をさせていただいておりますこちら学位の内訳となっております当社は、えー、大学・高専・短大専門・高校と様々な学位からご入社をいただいております メッキと聞いても、なかなかあの伝わりづらいところがあると思います。学校のうちに、えー、メッキのことを学ぶっていう機会は、えー、ほとんどのことがないと思います。なので、えー、新入社員として入ったあの、ご入社いただいた後に、えー、教育を通じて、えー、メッキのことも知っていただくということを非常に大切にしている会社です。なので、えー 理系の方も文系の方も、どんな学科の方で方でもお気軽にお問い合わせいただきたいと思います。また、こちらお客様であるコネクター市場の動向になります。一言で言うと、需要が確実に増加していく非常に魅力的な市場です。 理由といたしましては、次世代自動車、ロボット市場の拡大というところが言われています。また、メッキの会社あで、東資工業はあるんですけれども、メッキ会社というのが全国に1070社ほどございます。その中で、従業員数規模として、えー、実は299名以下の従業員数規模の会社がほとんどでして、 当社のような300人以上の規模の会社は全国で4社しかありません。えー、その1社に該当しているのが、東進工業になります。メッキという非常にニッチな業界ではあるんですが、その中で先頭立って走らせていただいているーリーディングカンパニーがいわきにあると思っていただければと思います。こちら、あ福利厚生です。 遠方からいらっしゃる方には、借り上げ社宅制度があります。また、えー、年間休日ということで、えー、115日あるんですが、長く勤めた方には、それ以外にも、えー、リフレッシュ休暇というものがございます。もちろん、育児休暇、介護休暇ありまして、えー、近年ですと、男性の育児休暇の取得者も増加しております。 その他、か、社会保険完備しているのと、いろいろな補助制度もございます。また、それ以外にも表彰制度もございます。こちら、イベントクラブ活動になります。上の段の写真は、コロナ禍前の写真ではあるんですけれども、非常に若い社員も多く在籍しておりますので、イベントではなくても、 日常的にご飯食べに行ったりだとか休日にどこかに出かけたりということもたくさん行われておりますまた部活動としてはマラソン部、野球部、ゴルフ部というところがありまして野球部に関しましては神奈川県の金沢区というところの一部リーグに所属しておりまして今年優勝を果たすこともできています おります、えー。そんな強い野球部もございます。最後に、えー、動画をご覧いただきたいと思います。 我が社でメッキ加工を行っている製品にはスマートフォンや電子機器など非常に身近なものが多くありますそのような我々が加工したものが家族や友人が使っている姿を見ると非常に喜びを感じます先輩社員や後輩社員と一緒に一つのものを作るのがやりがいで楽しいです明るい職場です初めてのことも丁寧に教えてもらいます 我が社のメッキ技術を高めることに力を尽くし東心工業株式会社を日本一のメッキ屋にしたいと思います。 はい、ご覧いただきありがとうございました、えー、最後に、えー、企業説明会のご案内をさせていただきますこちらの日程で、えー、受付をさせていただいております、えー、QR コード左下のところをかざしていただきますとそのまま申し,込み、えー、申し込みの画面に進むことができますまたあーマイナビにも掲載しておりますこちらの日程で合わない方には個別での対応もさせていただきますので、えー、お気軽にお問い合わせいただきたいと思います ご清聴ありがとうございました。それでは、最後に就職活動中の学生の皆様へ一言メッセージをお願いいたします。はい、ええー、と、本日はあのお聞きいただきましてありがとうございました。なかなか東進工業と聞いてもイメージつきづらいと思いますし。しメッキと聞いてもよくわからないな、というところが、あの学生さんの印象かなと思います。 くまなく職場見学していただくという機会設けておりますので、えー、本当にお気軽にお越しいただければと思います。あのお越しいただいた学生さんあの、すごくイメージ変わったっていろんな方に言っていただける会社になっておりますので、あいわきでこんなに成長していっている企業があるんだなというところをぜひ体感いただければと思います。あのいろんな企業を見,見られて、えー、迷うところたくさんあると思うんですけれども、あのー ぜひあのご希望の就職先につながれるように祈っておりますので、えー、ぜひ、えー、またあのた対面でお会いできることも楽しみにしております。はい、ありがとうございました。では、えー、これで東新工業株式会社の説明会を終了いたします。ありがとうございました。ありがとうございました。